だろう。別に新幹線とか使う必要もねえかなと思ってるんだよね、うん、普通の電車を乗り継いで、うん、ね、意外と服って匂いしないよ俺これ。何服、うん、匂いしない。あれだね、ホテルにさ毎回なんかその消臭系とかさファブリーズあるじゃん、うんうんうん、あれって意外と効くんだね。もう服1枚しか持ってきてないのに全部。そうなんだ、うん、パンツは2つだけど、うんうん、靴下は替えなしで、T シャツもね向こうの服だけなのよ、パジャマ兼外着っていうか、うんうん、でそれでなんかホテルにはなんかあるじゃん、用意されてるなの臨時的に着れるやつ、なんかそのパジャマ、ね、うんうん、あれ着替えてる間に全部ファブリーズっていうかあの、うんうん、その振って、うん、まあ、乾くじゃん。それでなんとか持たせてるもん。今日4日目だけど全然それ4日目なの。そうそう。でその前どこ行ってたの。その柏の葉キャンパス、そこだけ、そこだけ、そこに2泊して。最初そうなんだ、うん、なんかラジウム温泉だけよくわかんないのがあったんで、あとまあ田舎に行ったらあれだね、でかいショッピングモールがね魅力的なんだよね。いろんなの見て回ったりっていう感じですかね。咲いてますね。咲いてます。いつか雨降るって言ってたよ。ああ。散っちゃうかも、満開の場所。学校の桜の木が2本ぐらい切られちゃってて、うん、なんで切っちゃったんだろうと思って、せっかく綺麗に咲いてたのに。なんでそんなことするんだろうね。あの枝のところ、枝っていうか、うん、こう出るじゃん、うん、たらこっち側に桜があって、うん、でもここの根元の木のところについて ここが切られてて、おーないとか思って。枝だけでよくないそれ。そうね、うん、枝だけでいいようなもんだけど、もう本当にここの部分が切られてて、うん、あらレストできる、レストができる。ほらもったいないなと思って。そうやな、これから入学式もあるのに切んなくていいのに。そうやな、駅から結構離れちゃってる。ちょっと離れてる。うん。小川まで行っちゃった。